芸能界に入ったきっかけは、オーディションに応募したんですけど、ゲーム機が欲しくて。小さい頃の夢、お花屋さん。特にはいないんですけど、強いて言えば母です。ここまで育ててくれて大変だったろうなと思うから、今回ドラマで一緒だった文芸部の5人、あんま見たくないんですけど、見なきゃと思っていつも見てます。車、免許取りました。運転してます。寝る。映画とかドラマを見てモチベーションを上げてます。いろんなスタッフさんとなるべくお話しする。アップテンポな曲を聴きます。今より若いかな。学生生活やっておけばよかったこと。学生生活の制服でみんなで遊ぶとか、仕事前に必ずやること。わかんない。ストレスは感じます。でも結構すぐ忘れます。ストレスはその発散方法、カラオケに行く。夜中とか一人で行きます。過去の自分に一言言うなら、頑張ってるね。未来の自分、なんとか仕事してご飯食べてください。女優は汚いところを見せる仕事だから。取り組んでる仕事は、ドラマ荒ぶる季節の乙女の模様です。印象深いエピソードはもうザ青春ということをみんなでたくさん撮影でやりました。楽しかった。演じて役に普通なところです。何でもその分いろいろできるなとも思います。全く違うと思う部分はすごくピュア、考え方がまっすぐで素敵。作品の見どころ、5人それぞれがすごく魅力的で、みんな可愛くなってます。見てください。以上、7秒チャレンジでした。バイバーイ。